石板ある。よっしゃ、赤やった。あ、いや、まだあるぞ石板。不思議な石板、赤。よし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 。じゃあ今度こっち側も。かつてね、グラコスがいたところなんですけれどもね、海底都市。なんだお前ら、ここ間じゃ間違いない。とっとと出て行きやがれ。奥に行くとボス戦とかになるかな。どうだろうな。こんにちは。この海のどこかには海底王ってやつがいるらしいな。ずいぶん偉そうな名前だが、一体何者なんだろうな。海底王、確かに偉そうな名前だ。きっと威張り腐った嫌なやつね。相変わらず辛口。こっちは。よいしょ。お、宝箱。守りのルビー。おお。ちょっとアクセサリーに良さげな感じ。星降る腕輪とかあんのかな、ドラクエ7も。あ、こんにちは。あれ、あんたたち人間かい。へえ、初めて見たよ。人間ってのは地上で暮らしてるって聞いたけど、こんな深海に来られるなんて。いや、さ、水中でも息ができるんじゃないの。エラ呼吸になっちゃいますか。まあ、人間はもともとね、海から上がってきた生き物ですからね。よし。なんだっけな、お尻の毛根もなんかもともとは人間に尻尾があったっていう名残だって聞いたことがあるな。毛根だっけ、尾底骨だっけ、なんか授業で習ったな。さて、じゃあ奥行きましょうか。こっちがね、正解ルートなんですけれど。あれ、あ、捕まってるんだけど大丈夫。我々争い事は好まん。ただこの海底の町で静かに暮らしていたいだけだ。あ、大丈夫よ、誰にも言わないわ。え、なんでアミットまんじゅうがあるんだここに。なんでだ、置いてったのかな、ムンちゃんのお父さんとか。このカニ、こんにちは。このでかいどこかにモンスターを集めた楽園があるそうだな。何もしなくても食い物がもらえるとか。いいな、私もそこでずーっとゆっくりしてたい。いいな、いいな。あ、すごく出てきそう。お、不思議の木の実。はい。うん、やっぱり。よし、バトルだ。お願いします。岩石落とし。マリベルどうしようかな。マッスルダンス回復。あ、あれなんだ、ハスルダンス覚えてないまだ。なるほど。瞑想、瞑想して HP を回復。安らぎの歌、メガザルダンス、目覚めの歌。どうしよう。あ、でもよかった、ヘンテコ切り残ってた。これは嬉しい。まあ、ここはちょっと小雪魔法で焼きますか。真空切り。はい。いてててててて。あ、強いなぁ。あ、でもどっちが強いんだろう、真空波と。はい。マキマ。わお、ほう。よし。やっぱりか、岩石落としの方が強そう。あ、ここも。よし。戦うべし。ベホマラ覚えてないからな。よいしょ。早く覚えさせないとね。でもなんか、ゴッドハンドもそうなんだけど、やっぱりなんか、熟練度上がるのがめちゃめちゃ遅い。まあ、しょうがないけどね。
上級職に上級職の合わせ技だもん。あとまた裏でね熟練の上げとかしておこうかなと思いますけれども。あーもうこいつ回復しても回復しても、攻撃してくるからな。クソ早く。よしナイス。誰だ。あ、マンちゃん。あ、おお、あ、ガポちゃんマスターしたわ。バトマス。お疲れ様でした。よし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 。ボス戦にならないといいな。なんか熟練のまま無駄にしたくないもんな。こんにちは。ガシャンガシャン。え、どっちだったっけな。こっち行き止まりかな。ああ、こんにちは。ぶちゅちゅ。まあ、あんたなかなかいい男に私好みだわ、ぶちゅぶちゅ。へえ、おいらいい、いい男だなんて言われたの初めてだ。かわいい。ガモちゃんはかわいい要因でいいんだよ。毒。ボス戦になったらやだな。一応回復しといた方がいいかな。念のためちょっと薬草で回復しときましょうか。またちょっと買っとかないとね、薬草。よし。OK。OK です。内側行って、あ、宝箱、取ります。お、チームだね。なんかボス倒さないともう一つの石板手に入らなさそうだな。この間海底を散歩してたらへんてこな石を見つけたんだ。え、その石をどうしたかって、裏こ、石板、ちょ、え、もう一回ちょっとグラちゃんとやるの、ちょっと。海の魔人様はこの人の部屋にいらっしゃる。だがあの方は人間がお嫌いだから命が惜しくば近づかんことだ。グラちゃんまた生き返ってんのかこいつ。あ、色が変わってるんだけど。鍵がかかってる。クソ。こんにちは。こんなところで人間が何をしている。我は海の魔人グラコス5世、偉大なる我が祖先グラコス1世は人間によって撃たれたという。はい。それで我は人間が嫌だ。だが同時に人間を恐れてもいる。お前らを本気にさせようと案外手強い連中だからな。しかしこうして目の前に人間が現れた以上捨ておくわけにもいかない。我が前に姿をさらしたのが不運よ。恨むならば自分の勝つさ恨むがよい。あー、やっぱりバトル。グラコス5世すごいな。子孫はこんな毒々しい色になってんのか。何行きましょうかね。爆裂剣かな。よろしくお願いします。バッハ、バイキルト、うん、あ、そっか、ガボちゃんそうだ、スーパースターじゃないから、そうだ、あれだ、ハッスルダンス覚えてないんだ、え、いけるかな、これ、ちょっと、大丈夫かな。さあ、どれでいこうかな。あ、サミダレ剣とかもいいな。サミダレしてみよう。よいしょ。よし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 。うほ、痛い痛い。回復、ベホマも覚えてるけど、わ、全体回復技がない。やば。いや、いざとなったらあれか、ガボちゃんに攻撃させようのもありですよね。ありだよね。とりあえずマリベル回復させて、バイキルとガボちゃん。あ、ガボちゃん僕レスキュー覚えてるもんね。よし、どうぞ。まあそこまで強くないけど、まあ全然いいと思います。よし。
炸裂剣回復だな。レホマ爆裂剣よいしょ。はい、フバーハとかは必要ないかな。猛毒の霧、およし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 、オッケー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 、いいぞいいぞ。あ、案外いけるか。いや、わかんない、どう転ぶか。グラコス5000、すごい色、はい、ほんと。はい、うん、いいねいいね。マリベルはちょっと回復に専念させよう。はい、あ、よし、あ、あれあれそこまで強くなかった、よかった。ま、待て、我の負けだ、降参する、我のとかをむくれてやろう。だから命は、命だけは助けてくれ、我はまだ死ぬわけにはいかぬ。家にしてみよう。そんな、待て、早まるな、慌てたところでいいことは一つもないぞ。海の魔人の宝をやろうと言っておるんだ。すごい、これはもらわなきゃ損だ。だからな、命だけは助けてくれ、頼む。しょうがないな、そんな命乞いするんだったら。お前たちみたいな弱そうなのさえだ、これだものな。悪戦度と同じ最後を遂げるとこだった。我の宝をやるという約束だったな。では我が秘蔵のコレクションの中から、よし、このよくわからん石板のかけらのようなものをくれてやることにしよう。あれ、これなんか今までと色が違う、石板。ありがとう。不思議な石板ハテナを受け取った。これよくわからんだろう。だが案外そういうのが値打ちのあるものだったりするのだ。もし万が一そうだったら我に感謝するがよいぞ。なんか情けない海の魔人ね。ほんとだね、ご先祖も倒しちゃったんだけど、こっちはくれないの。口止め料も含まれておるのだぞ。てかあれか、あのグラコス一世うちわが倒した時さ、もうすでに子供がいたんですね、グラコス。なんか悪いことしちゃったね、お父さん殺しちゃったわけだから私たち。見事にお父さんに育ってね。もう一個の宝箱気になるな。鍵がないとダメかな。最後の鍵とかあったっけ、ドラクエ7。まあ、とりあえずね、石板をゲットしたのでもう反応ないね。じゃあまた謎の神殿に戻りましょうかね。まだここから出ないといけないけど。あ、そうだ、先にちょっと転職しようかな。ちょっと全体回復技がないと不安だから。ガボちゃんバトマズマスターしたし、ちょっとスーパースターに変えてこよう。よし、そのうちね、ガボちゃん賢者にさせたりとかね、ちょっといろいろ考えようと思います。どこだっけ。あ、ダーマ神殿。スーパースターに変えよう。お願いします。はい、はいはいはい、しょうがない。ちょっと裏でちょっと賢者でも作ってこようかな、ガボちゃん。回復薬をね、何人か作っておかないと、ちょっと後半いろいろあるんでね。はい、さて、謎の神殿、赤の石板受け取ったけど、なんかいけそうな気がするな。お邪魔します。はい、赤。あ、ここでやりますよね、お願いします。ここでやりますよね。違うの？マジか。ちゃ。やばい、じゃあまだ足りないね、石板。ここかよ、よりによって。マジか。石板が足りない。いや、またちょっと探しに行かないとな、石板な。
ここじゃなかった。じゃあちょっと石板探してきましょうか。え、どこであるとしたらやっぱあの砂漠のところかな。あ、そういえばここ。あ、石板の花ある。お、ブルジオの屋敷。そう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 。あ、びっくりした。イドマジン。石板の花ありますね、ちょうど。よかったよかった。ちょっとブルジオさんの屋敷ちょっと見ていこうかな。今回はね。あれ？ちょっと待って。なんかムンちゃんもヘンテコギリ覚えてるんだけど。あらら。すごいわね。ヘンテコギリさんにもみんな覚えてる。ありがたいけどね、強いから。混乱しないときは本当に混乱しないんだけどは、よいしょ。でも少なからず、なんか、ダンジョン抜ける間はすごい役に立つ。MP 節約できるからね。よいしょ、井戸の中を覗いて、あ、人がいる！仕事をサボってるなんてとんでもない。私は井戸の苔を採取しているんですよ。特に使い道はないんだけど、あらら。こんな人だと離れたとこに屋敷を建てようなんてブルジオ様も変わったお方だべ。ブルジオって言ったらクレイジャーリートルードに別荘を持ってる人じゃないの。なんでそんな人がこんな人だと離れたとこに住んでるのよ。家にいるときに来てみる。リートルードかクレイジャーのどちらかの別荘に遊びに行ってもいいですかって。あれ今いないの。あらら、こんにちは。ご主人から連絡が来たらいつでも船を出せるようにしておくのが俺たちの仕事さ。でっかい船。ご主人が出て行ったっきり帰ってこねえか、俺たちは暇を持て余してんだ。今ご主人がどこへどうしてるのかなんてさっぱりわからねえな。じゃあ石板もブルジオさんが戻ってこないともらえないかな。欲しいんだけどな。はい、本宅。まあまあの屋敷にだけ私の家よりは多少見劣りするわね。どういうとこで張り合わないの。こんにちは。屋敷を出て行ったき何の連絡も起こさないのだから。あ、そうなんだ。買い物のためだけ自由気ままに旅行できるなんてブラジオさんっていいゴミ分ね。ん？別荘に行けばそこでおっちゃんと偶然会えたりしてない。何？フラグか？下に合わない料理を出されてテーブルひっくり返したりしてなきゃいいんだけど。その気持ちわかるわね。私はまずい料理を出されたらテーブルひっくり返したくなるもの。お嬢様やなぁ。あ、よかった。石板。よし。黄色かよ。赤が欲しい。赤の石板ください。これは？亀の甲羅。こんなもんか。黄色の石板なんかまだ全然足りなかったような気がする。ここで調べるようなこれぐらい？そうか。お、蝶ネクタイいただいちゃおう。フラグかな？リートルードかクレージュだよね。ちょっと行ってみる価値あるかもね。よいしょ。こんなもんですか。まあ、石板の反応ないしな。リートルード。いや、ちょっとまずクレージュからって行けない。あ、お外出て、そこからちょっとルーラーして行ってみましょうか。いるかな？はい。別荘にいると嬉しいな。別荘どこ？あれ？どこだっけ？
あ、ここか。一遍も見たことねえんだ。あ、また鍵がかかってる。いないかな。よいしょ。なんかこの辺からさ、結構なんか自由度が上がってきてさ、あれだよね、私もなんかリスナーさんからいろいろ聞いたことが、聞いたような気がする。いないか、なんかいなさそう。じゃあちょっとリートルードも行ってみよう。リートルード多分ね、過去編にはね石板ないと思うんだよね。だいたい見たもん、ダンジョンも。この後ちょっと現代パートでいろいろ調べてないところが出てきたと思うから、そこを調べていかないとと思うんですが、あ、います？おいでになっていないが、あの方はここの、ないのか、そっか。じゃあちょっと石板はめに行きましょうか。ちょっといろいろ探索しないとですね。よいしょ。まあでもね、今回はグラコス5世と戦えたし、まあまあいいんじゃないですか。黄色だよね、やっぱ足りないよな。あと2枚か、黄色は。はい、ということで、じゃあ今回ちょっと短いというか、まあ、いつもよりちょっと短めですが、ここで終わりにしておこうかなと思います。で、引き続きね、この現代パートで石板を探しに行きましょう。はい、ということで、ご視聴いただきありがとうございました。